日本のお祭りこの動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名があります後半は少しだけ早くなり漢字に振り仮名はありません学習にお役立てください今回は日本のお祭りを学びながら日本語を勉強しましょう お祭りの起源日本では各地で地域の風習に基づいてさまざまなお祭りが開かれていますしかしなぜお祭りを行うのかという点に注目してみると日本人ですらしっかりと理解している人は少ないと思いますお祭りは 日本の文化や伝統、地域社会の絆を象徴する重要な役割を果たしています。お祭りを通じて、人々は先祖から受け継がれた習慣を称たたえ、四季の変わり目を祝い、地域コミュニティの一員としての誇りを感じることができます。現在における日本のお祭りとは、 美味しいものを食べて、きれいな花火を眺めるものと考えている人も多いですが、大昔は神様たちをお祭りする神聖な行事でした。日本でのお祭りが始まったのは、大昔から伝わる岩戸隠れの神話にあると考えられています。岩戸隠れとは、 太陽の神様であるアマテラス大神が天の岩戸に隠れてしまうことで国中から光が失われ、それを何とかしようと考えたたくさんの神様たちが岩戸の前で踊ったり歌ったりの大演を繰り広げるというお話です。たくさんの神様たちは、 岩戸の奥に隠れてしまったアマテラス大神の気を引いて外へ出そうと岩戸の前で盛大な宴を行った結果ついにアマテラス大神は岩戸から顔を出し国中に光が戻りましたこの宴こそが現在の日本のお祭りの起源になっていると言われています また、祭りという言葉の語源は、祭るという言葉です。神様にお供え物を献上する意味合いも持っています。このように、日本のお祭りの始まりには、神様たちが深く関連していると考えられているのです。以降は、神様へ感謝の気持ちを表すためや、祈りを届けるために日本では、 お祭りが行われてきましたお祭りという文化の移り変わり古代では五穀豊穣や平和などを願い災いが訪れた際には退散を願うなどお祭りは常に人々の暮らしと密着したものでした江戸時代に入る頃にはお祭りは より娯楽化されてみこしや獅子舞花火といった派手な演出で庶民を中心に大衆文化として定着していきました明治時代に発令された神仏分離令によって一旦お祭りが禁止されますが終戦後には日本のお祭りを復興させようとする動きが盛んになり それ以降は江戸時代に戻ったかのようにお祭りが行われるようになりました多様性の中にある神輿という存在神事お祈り娯楽へと徐々に変化していった日本のお祭りですが日本のお祭りの最大の特徴を挙げるとすると多様性です。 日本には地域ごとに異なるいろんな種類のお祭りが存在します。北は北海道から南は沖縄まで、それぞれの地域が独自の文化や伝統を反映したお祭りを開催しています。例えば、雪深い地域では雪祭りが、海に面した地域では海祭りが行われます。このように、 日本のお祭りは地域の自然や歴史人々の生活に深く根ざしたものでありその多様性は日本の文化の豊かさを示しています多様性のある日本のお祭りですがその中でも全国的に共通していることがありますそれはみこしの存在です 神様が乗るものと考えられているみこしは多様性のある日本のお祭りの中でも一貫して見ることのできる伝統文化です。日本全国でいろいろな種類のお祭りがあるにもかかわらず神様の乗り物であるみこしだけは一緒なのです。とても不思議に感じますよね。 日本のお祭りが持つ文化的な意味日本のお祭りは古くから続く伝統的な行事でありそれぞれが特定の歴史的背景や宗教的な意味を持っています例えば春に行われる桜のお祭り花見は自然の美しさをたたえ 新たな始ままりりを祝う意味があります。花見に関する日本語学習動画も公開していますので是非後で概要欄をチェックしてみてくださいねまた夏のお盆祭りは先祖の霊を迎え敬うための行事ですこれらのお祭りは日本人にとって大切な文化的価値を持ち 世代を超えてて受け継がれています古代から続く伝統的なお祭りの例日本には数百年あるいはそれ以上の歴史を持つお祭りが数多く存在します例えば京都の祇園祭は平安時代に疫病退散を祈願して始まったとされ 今日でも夏の京都を彩る大きなイベントとなっています。また、奈良の春日若宮御祭りは、鎌倉時代に始まったとされ、古式ゆかしい行列が有名です。これらのお祭りは、長い年月を経てもなお、人々に愛され続けており、日本の文化や伝統を、 今に伝える貴重な財産となっていますお祭りの種類日本のお祭りはその形態や意味合いにおいて非常に多様です宗教的なものから季節を祝うもの地域固有の特色を持つものまで様々なお祭りが日本全国で行われています 宗教的なお祭り宗教的なお祭りは、神道や仏教の行事として行われることが多く、神様たちや仏様への感謝と祈りを捧げる目的で開催されます。例えば、正月の初詣、春と秋のお彼岸などがあります。これらのお祭りでは、 神社や寺で特別な儀式が行われ多くの人たちが参拝に訪れます季節のお祭り季節のお祭りは自然の恵みや季節の変わり目を祝うために行われます春には桜をめでる花見夏には盆踊りや花火大会 秋には収穫を感謝する秋祭り、冬には雪を楽しむ雪祭りなど四季折々のお祭りがあります。これらのお祭りは日本人の自然に対する敬愛の気持ちや季節の移り変わりを大切にする心を反映しています。地域ごとの特色あるお祭り。 日本各地にはその地域ならではの特色を持つお祭りが数多く存在します。例えば青森のねぶた祭りや秋田の関東祭りは独特の文化や伝統が色濃く反映されたお祭りとして知られています。また沖縄のエイサー祭りは地域の歴史や風土が生んだ ユニークなお祭りですこれらのお祭りは地域の人たちによって大切に守られ地域のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。代表的なお祭りの紹介日本には数多くのお祭りがありますが中でも特に有名で 多くの人たちに親しまれているお祭りをいくつか紹介します。京都の祇園祭京都の祇園祭は、日本の三大祭りの一つにも数えられ、毎年7月に行われます。日本三大祭りには、他に大阪の天神祭、東京の神田祭が挙げられます。 京都の祇園祭りは千年以上の歴史を持ち祇園者現八坂神社の神様を祀るために始まりました祇園祭りのハイライトは豪華絢爛な山鉾巡行です約20の山鉾が京都の街中を練り歩き見るものを琴の雰囲気へと誘いますこれらの山鉾は 精巧な工芸品で飾られ日本の伝統美を今に伝えています秋田の関東祭り秋田の関東祭りは毎年8月に開催される壮大なお祭りで青森ねぶた祭り仙台七夕祭りとともに東北三大祭りの一つとなっています このお祭りの最大の見どころは関東の技です。約12メートルの竹竿の先に道路を吊り下げそれを額当て腰などでバランスを取りながら担ぐ様子はまさに息を呑む美しさです。関東祭りは五穀豊穣を祈願し先祖の霊を慰めるために始まったとされ 今もなお多くの人たちに愛されていますその他の有名な日本のお祭り日本には他にも魅力的なお祭りが数多くあります例えば青森のねぶた祭りや北海道の雪祭り徳島の阿波踊りなどが全国的に有名です これらのお祭りはそれぞれの地域の文化や歴史が色濃く反映されており訪れる人たちに忘れられない体験を提供していますまた地域によっては小規模ながらもユニークなお祭りが開催されており地元の人たちにとって大切なイベントとなっていますお祭りと縁日の違い 日本の文化においてお祭りと縁日は密接に関連していますがそれぞれ異なる意味合いを持っています。これらの違いを理解することで日本の伝統的な行事や文化に対する理解が深まります「縁日」とは「縁日」とは お祭りや特定の宗教的行事が行われる日に、自社の境内やその周辺で開かれる位置のことを指します。縁日では、食べ物やおもちゃ、衣類など様々な商品を売る屋台が出展され、訪れる人たちに楽しい時間を提供します。また、金魚すくいや射的などの遊びも楽しめるため、 子供から大人まで幅広い年齢層に人気があります。食べ物の屋台。食べ物の屋台では、お祭りならではの美味しい食べ物が提供されます。これらの食べ物は手軽に食べられることが特徴で歩きながら楽しむことができます。たこ焼き焼きそば。 たこ焼きは小さな丸い形をしたたこが入った生地を焼いたもので外はカリッと中はトロッとした食感が楽しめます焼きそばはソースで味付けされた麺に野菜や肉が入った日本の屋台の定番ですこれらはお祭りの屋台では必ずと言っていいほど見かける 人気の食べ物です。かき氷、りんご飴、わた飴夏のお祭りではかき氷が大人気です。シロップをかけた氷が暑い日にはぴったりでさまざまな味が楽しめます。りんご飴はりんごを砂糖でコーティングした甘くておいしいお菓子です。わた飴は 口の中で溶ける甘さが特徴で子どもたちに特に人気があります遊びの屋台遊びの屋台では金魚すくいや射的ヨーヨー釣りなど手軽に楽しめるゲームが提供されます金魚すくい射的 金魚すくいは薄い紙でできたすくいを使って水槽の中の金魚をすくうゲームです。射的は銃で的を狙い撃つゲームで景品を獲得することができます。これらのゲームは子供から大人まで幅広い年齢の人たちに楽しまれています。ヨーヨー釣りヨーヨー釣りは 水の入った風船を紙でできた釣竿で釣り上げるゲームです釣り上げたヨーヨーは持ち帰ることができ子供たちにとってお祭りの楽しみの一つとなっていますこれらの屋台はお祭りや縁日の醍醐味の一つであり訪れる人たちに喜びと楽しみを提供しています お祭りに参加するときのマナーや注意点。外国から日本に訪れてくれたあなたに楽しい思い出を作ってほしいので、お祭りに参加する際には、いくつかのマナーや注意点を知っておいてほしいです。まず、お祭りに参加する際には、 周囲の人たちや地域の習慣を尊重することが重要です大声で騒いだりゴミを散らかしたりしないようにしましょうまたみこしを担ぐなどの行事に参加する場合は指示に従い安全に注意して行動してください屋台で買い物をするときには列に並んで順番を守り 販売者とのやり取りは丁寧に行いましょう日程や場所の調べ方お祭りの日程や場所はインターネットや地元の観光案内所で簡単に調べることができます特に大きなお祭りの場合は公式ウェブサイトが設けられていることが多く 詳しいスケジュールやアクセス方法が掲載されています。また、SNS やブログをチェックすると、過去に参加した人の体験談やおすすめの見どころを知ることができ、事前の情報収集に役立ちます。混雑を避ける方法。お祭りは多くの人でにぎわいますが、 混雑を避けるためには、開催時間の早い段階や終了間際に訪れると良いでしょう。また、大きなお祭りでは、メインイベント以外にも様々なプログラムが用意されていることが多いので、メインイベントの時間を避けて訪れるのも一つの方法です。事前にプログラムのスケジュールをチェックし、 計画的に行動することが大切です服装や持ち物まず歩きやすい靴を選ぶことが重要ですまた夏場のお祭りでは日焼け対策として帽子や日焼け止め水分補給のための飲み物を持参すると良いでしょう小銭入れもあると便利です 屋台での買い物やゲームの利用に小銭が必要になることが多いからです。さらに、混雑した場所では貴重品の管理にも注意が必要です。最小限の荷物で行動し、貴重品は体の近くで保管するようにしましょう。日本のお祭りは、単に楽しいイベントを超えた、 深い文化的意義を持つ行事です。これらのお祭りを通じて日本の文化や伝統、地域のコミュニティに触れることは非常に貴重な体験となります。お祭りは日本の歴史や人々の生活、信仰や感謝の心を理解する一つの入り口になるでしょう。日本のお祭りに参加することで 言葉だけでは伝えきれない日本の精神や価値観を体感することができますお祭りは地域ごとに異なる独自の風習や伝統を持っておりそれらを通じて日本の多様性と豊かな文化を学ぶことができますまたお祭りは世代を超えて受け継がれてきた文化遺産でありそれを守り 次世代に伝えていいくこととの重要性を感じる良い機会ともなりますこの動画を通じて日本のお祭りの魅力を少しでも感じていただけたなら嬉しく思います。実際にお祭りに参加しその雰囲気を肌で感じ地元の人たちとの交流を楽しむことで 日本の文化や伝統の深さをより深く理解することができるでしょう日本のお祭りはいかがでしたか今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想いただけると大変嬉しいです前半お疲れ様でしたここから先は読み上げ速度が20%速くなります それでは後半スタートです。日本のお祭りこの動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名があります。後半は少しだけ速くなり漢字に振り仮名はありません。学習にお役立てください。今回は日本のお祭りを学びながら日本語を勉強しましょう。 お祭りの起源日本では各地で地域の風習に基づいてさまざまなお祭りが開かれていますしかしなぜお祭りを行うのかという点に注目してみると日本人ですらしっかりと理解している人は少ないと思いますお祭りは日本の文化や伝統 地域社会の絆を象徴する重要な役割を果たしていますお祭りを通じて人々は先祖から受け継がれた習慣を讃え四季の変わり目を祝い地域コミュニティの一員としての誇りを感じることができます現在における日本のお祭りとはおいしいものを食べてきれいな花火を眺めるものと考えている人も多いですが 大昔は神神様たたちをお祭りする神聖な行事でした日本でのお祭りが始まったのは大昔から伝わる岩戸隠れの神話にあると考えられています岩戸隠れとは太陽の神様であるアマテラス大神が天の岩戸に隠れてしまうことで国中から光が失われそれを何とかしようと考えた たくさんの神様たちが岩戸の前で踊ったり、歌ったりの大縁を繰り広げるというお話です。たくさんの神様たちは、岩戸の奥に隠れてしまったアマテラス大神の気を引いて外へ出そうと、岩戸の前で盛大な宴を行った結果、ついにアマテラス大神は岩戸から顔を出し、国中に光が戻りました。 この宴こそが現在の日本のお祭りの起源になっていると言われています。また祭りという言葉の語源は祭るという言葉です。神様にお供え物を献上する意味合いも持っています。このように日本のお祭りの始まりには神様たちが深く関連していると考えられているのです。以降は、 神様へ感謝の気持ちを表すためや祈りを届けるために日本ではお祭りが行われてきました。お祭りという文化の移り変わり。古代では五穀豊穣や平和などを願い、災いが訪れた際には退散を願うなど、お祭りは常に人々の暮らしと密着したものでした。江戸時代に入る頃には、 お祭りはより娯楽化されてみこやししま花火といった派手な演出で庶民を中心に大衆文化として定着していきました明治時代に発令された神仏分離令によって一旦お祭りが禁止されますが終戦後には日本のお祭りを復興させようとする動きが盛んになり それ以降は江戸時代に戻ったかのようにお祭りが行われるようになりました多様性の中にある神輿という存在神事お祈り娯楽へと徐々に変化していった日本のお祭りですが日本のお祭りの最大の特徴を挙げるとすると多様性です日本には 地域ごとに異なるいろんな種類のお祭りが存在します北は北海道から南は沖縄までそれぞれの地域が独自の文化や伝統を反映したお祭りを開催しています例えば雪深い地域では雪祭りが海に面した地域では海祭りが行われますこのように日本のお祭りは地域の自然や歴史 人々の生活に深く根ざしたものであり、その多様性は日本の文化の豊かさを示しています。多様性のある日本のお祭りですが、その中でも全国的に共通していることがあります。それはみこしの存在です。神様が乗るものと考えられているみこしは、多様性のある日本のお祭りの中でも、 一貫して見ることのできる伝統文化です日本全国でいろいろな種類のお祭りがあるにもかかわらず神様の乗り物である神輿だけは一緒なのですとても不思議に感じますよね日本のお祭りが持つ文化的な意味日本のお祭りは古くから続く伝統的な行事であり それぞれが特定の歴史的背景や宗教的な意味を持っています例えば春に行われる桜のお祭り花見は自然の美しさをたたえ新たな始まりを祝う意味があります花見に関する日本語学習動画も公開していますのでぜひ後で概要欄をチェックしてみてくださいねまた夏のお盆祭りは 先祖の霊を迎え、敬うための行事です。これらのお祭りは、日本人にとって大切な文化的価値を持ち、世代を超えて受け継がれています。古代から続く伝統的なお祭りの例。日本には、数百年、あるいはそれ以上の歴史を持つお祭りが数多く存在します。例えば、 京都の祇園祭りは平安時代に疫病退散を祈願して始まったとされ今日でも夏の京都を彩る大きなイベントとなっていますまた奈良の春日若宮御祭りは鎌倉時代に始まったとされ古式ゆかしい行列が有名ですこれらのお祭りは長い年月を経てもなお人々に愛され続けており 日本の文化や伝伝統を今に伝える貴重なな財産となっています。お祭り,の種類日本のお祭りはその形態や意味合いにおいて非常に多様です宗教的なものから季節を祝うもの地域固有の特色を持つものまでさまざまなお祭りが日本全国で行われています宗教的なお祭り 宗教的なお祭りは神道や仏教の行事として行われることが多く神様たちや仏様への感謝と祈りを捧げる目的で開催されます例えば正月の初詣春と秋のお彼岸などがありますこれらのお祭りでは神社や寺で特別な儀式が行われ多くの人たちが参拝に訪れます 季節のお祭り季節のお祭りは自然の恵みや季節の変わり目を祝うために行われます春には桜を愛でる花見夏には盆踊りや花火大会秋には収穫を感謝する秋祭り冬には雪を楽しむ雪祭りなど四季折々のお祭りがありますこれらのお祭りは 日本人の自然に対する敬愛の気持ちや、季節の移り変わりを大切にする心を反映しています。地域ごとの特色あるお祭り日本各地には、その地域ならではの特色を持つお祭りが数多く存在します。例えば、青森のねぶた祭りや秋田の関東祭りは、 独特の文化や伝統が色濃く反映されたお祭りとして知られています。また、沖縄のエイサー祭りは、地域の歴史や風土が生んだユニークなお祭りです。これらのお祭りは、地域の人たちによって大切に守られ、地域のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。代表的なお祭りの紹介 日本には数多くのお祭りがありますが中でも特に有名で多くの人たちに親しまれているお祭りをいくつか紹介します京都の祇園祭京都の祇園祭は日本の三大祭りの一つにも数えられ毎年7月に行われます日本三大祭りには他に大阪の天神祭 東京の神田祭が挙げられます。京都の祇園祭は、千年以上の歴史を持ち、祇園社現八坂神社の神様を祭るために始まりました。祇園祭のハイライトは、豪華絢爛な山鉾巡行です。約20の山鉾が京都の街中を練り歩き、見るものを琴の雰囲気へと誘います。これらの山鉾は、精巧な工芸品で飾られ、 日本の伝統美を今に伝えています秋田の関東祭り秋田の関東祭りは毎年8月に開催される壮大なお祭りで青森ねぶた祭り、仙台七夕祭りとともに東北三大祭りの一つとなっていますこのお祭りの最大の見どころは関東の技です 約12メートルの竹竿の先に道路を吊り下げそれを額当て腰などでバランスを取りながら担ぐ様子はまさに息をのむ美しさです竿燈祭は五穀豊穣を祈願し先祖の霊を慰めるために始まったとされ今もなお多くの人たちに愛されていますその他の有名な日本のお祭り 日本には他にも魅力的なお祭りが数多くあります。例えば、青森のねぶた祭りや、北海道の雪祭り、徳島の阿波踊りなどが全国的に有名です。これらのお祭りは、それぞれの地域の文化や歴史が色濃く反映されており、訪れる人たちに忘れられない体験を提供しています。また 地域によっては小規模ながらもユニークなお祭りが開催されており地元の人たちにとって大切なイベントとなっていますお祭りと縁日の違い日本の文化においてお祭りと縁日は密接に関連していますがそれぞれ異なる意味合いを持っています。ここれらの違いを理解することで、 日本の伝統的な行事や文化に対すする理解が深まりまり縁日とは縁日とはお祭りや特定の宗教的行事が行われる日に自社の境内やその周辺で開かれる位置のことを指します縁日では食べ物やおもちゃ衣類などさまざまな商品を売る屋台が出店され 訪れる人たちに楽ししい時間を提供しますまた金魚すくいや射的などの遊びも楽しめるため子どもから大人まで幅広い年齢層に人気があります食べ物の屋台食べ物の屋台ではお祭りならではのおいしい食べ物が提供されますこれらの食べ物は手軽に食べられることが特徴で 歩きながら楽しむことができますたこ焼き焼きそばたこ焼きは小さな丸い形をしたタコが入った生地を焼いたもので外はカリッと中はとろっとした食感が楽しめます焼きそばはソースで味付けされた麺に野菜や肉が入った日本の屋台の定番ですこれらは お祭りの屋台では必ずと言っていいほど見かける人気の食べ物ですかき氷、リンゴ飴,飴、夏のお祭りではかき氷が大人気ですシロップをかけた氷が暑い日にはぴったりでさまざまな味が楽しめますりんご飴はりんごを砂糖でコーティングした甘くておいしいお菓子です飴は 口の中で溶ける甘さが特徴で子供たちに特に人気があります遊びの屋台遊びの屋台では金魚すくいや射的、洋洋釣りなど手軽に楽しめるゲームが提供されます金魚すくい・射的金魚すくいは 薄い紙でできたすくいを使って水槽の中の金魚をすくうゲームです射的は銃で的を狙い撃つゲームで景品を獲得することができますこれらのゲームは子供から大人まで幅広い年齢の人たちに楽しまれていますヨーヨー釣りヨーヨー釣りは水の入った風船を 紙でできた釣,竿で釣り上げるゲームです釣り上げたヨーヨーは持ち帰ることができ子供たちにとってお祭りの楽しみの一つとなっていますこれらの屋台はお祭りや縁日の醍醐味の一つであり訪れる人たちに喜びと楽しみを提供していますお祭りに参加する時のマナーや注意点 外国から日本に訪れてくれたあなたに楽しい思い出を作ってほしいので、お祭りに参加する際には、いくつかのマナーや注意点を知っておいてほしいです。まず、お祭りに参加する際には、周囲の人たちや地域の習慣を尊重することが重要です。大声で騒いだり、ゴミを散らかしたりしないようにしましょう。また、 みこしを担ぐなどの行事に参加する場合は指示に従い安全に注意して行動してください屋台で買い物をする時には列に並んで順番を守り販売者とのやり取りは丁寧に行いましょう日程や場所の調べ方お祭りの日程や場所はインターネットや地元の観光案内所で簡単に調べることができます 特に大きなお祭りの場合は公式ウェブサイトが設けられていることが多く詳しいスケジュールやアクセス方法が掲載されていますまた SNS やブログをチェックすると過去に参加した人の体験談やおすすめの見どころを知ることができ事前の情報収集に役立ちます混雑を避ける方法お祭りは 多くの人でにぎわいますが混雑を避けるためには開催時間の早い段階や終了間際に訪れると良いでしょう。また大きなお祭りではメインイベント以外にもさまざまなプログラムが用意されていることが多いのでメインイベントの時間を避けて訪れるのも一つの方法です。事前にプログラムのスケジュールをチェックし計画的に行動することが大切です。 服装や持ち物まず歩きやすい靴を選ぶことが重要ですまた夏場のお祭りでは日焼け対策として帽子や日焼け止め水分補給のための飲み物を持参すると良いでしょう小銭入れもあると便利です屋台での買い物やゲームの利用に小銭が必要になることが多いからですさらに 混雑した場所では貴重品の管理にも注意が必要です。最小限の荷物で行動し、貴重品は体の近くで保管するようにしましょう。日本のお祭りは単に楽しいイベントを超えた深い文化的意義を持つ行事です。これらのお祭りを通じて日本の文化や伝統、地域のコミュニティに触れることは、 非常に貴重な体験となりますお祭りは日本の歴史や人々の生活信仰や感謝の心を理解する一つの入り口になるでしょう日本のお祭りに参加することで言葉だけでは伝えきれない日本の精神や価値観を体感することができますお祭りは地域ごとに異なる独自の風習や伝統を持っており それらを通じて日本の多様性と豊かな文化を学ぶことができます。また、お祭りは世代を超えて受け継がれてきた文化遺産であり、それを守り、次世代に伝えていくことの重要性を感じる良い機会ともなります。この動画を通じて、日本のお祭りの魅力を少しでも感じていただけたなら、嬉しく思います。実際にお祭りに参加し、 その雰囲気を肌で感じ、地元の人たちとの交流を楽しむことで、日本の文化や伝統の深さをより深く理解することができるでしょう。日本のお祭りはいかがでしたか今後の動画制作に活かしますので、コメント欄から感想いただけると大変嬉しいです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。